アーロンジャッジ、ひっそりと終了する。大谷選手もここまで本塁打ゼロですが、ジャッジも本塁打ゼロ。ジャッジ成績、打率1割3分6人、本塁打ゼロ、 OPS413。 ジャッジ調子悪いね。大谷含めまだまだこれからや。どうせ2人とも若すか打つよ。嵐の前の静けさでしょう。ジャッジ選手の調子が上がらないな。オープン戦から本塁打がゼロとは厳しい状況やけど、まだシーズンが始まったばかりやから、ここから調子戻してくるやろ。ジャッジ、大谷この最強打者に君臨する2人が出てないとは。アーロンジャッジのホームランそろそろ見たいな。運が悪いことに誤信も増える。これは低いな。確かに低いけど、これは仕方ないかな。そもそもこれは設定高すぎない。ジャッジでかいけど、それにしても誰にでも不調はつきものだけど、だからこそ審判は正確であってほしい。こ悪い時にこういう誤信されると精神的にめちゃくちゃ効くよな。これがストライク判定されたら、そりゃ調子狂いますわ。不調のなこれをストライクに取られるのはかわいそう。自然に構えた時の膝の下部がストライクゾーンの加減だから、判定が基準を逸脱してるとは言い切れんな。大谷もジャッジも勢いついたら止められないから心配ごむよ。最近ジャッジの話題聞かないと思ったら不調だったか。誤信とか不憫やが、ジャッジなら調子上げてくるやろとどこか思ってる自分がいる。大谷もジャッジも少しでも打てなかったらファンが騒ぐからな。なんかみんな焦りすぎだろ。開幕したばっかじゃん。野球なんて何試合こなすんだよ。でもジャッジが打てなくても勝てるヤンキースは強いな。また大谷とジャッジのホームラン争いみたいな。そういやアルバレスもゼロ本か。ジャッジもアルバレス、まだホームランなし。大谷翔平もこれからこれからや。ベッツがすごすぎるんだよ。ちな今日もホームラン打って5本目の模様。今シーズンはこのまま行くとベッツがホームラン王か。まだ始まったばかりや。大谷もジャッジもここから這い上がってくるで。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。